腹減って眠れねえ。前もな。借金のこと考えてもっと寝れねえ。決めた。今日寝たら見る夢。食パンにジャム塗って、女とイチャイチャしたりして、一緒に部屋でゲームして抱かれながら眠るんだ。なのにてめえは反省もせず、一生刑務所暮らし。それじゃ俺がすっきりしない。ジュース飲めるなんてよ、俺にとっちゃ夢みたいなことだぜ。巣の悪魔を殺せたが俺の願い事。なんかよくわからないけど、俺はずっと追いかけていたものをやっと掴んだんです。すっげえ痛そうなんだ。俺もこいつみてえな魔人になってたかもしれねえからな。俺の力使ってで悪魔を殺すとよ、金玉片方打って。だけどこのままヘマ続けたら10万も。ある程度の理不尽なら面よけりゃ許せる。問題はどうやって胸を揉むかだ。この間打った腎臓が120万。右目が30万。姉貴、声量落としてくれ。頭痛い。俺には一言言っておく。おいくらてめえ掃除もできないのか。女の趣味の悪いお前らにはとうの昔に失望してる。今回僕は引率できなくてね。どうでもいい話を広げるな。血を塗り込んでいくスタイル。あずくもうまくもねえ。